行ってきます。あ、待ってください、今日は雨が降りますから傘を持って行った方がいいですよ。皆さんこんにちは、さやです。今日は何なん方がいいですを勉強しましょう。これは他の人にアドバイスをするときに使います。なので目上の人、例えば上司や先生に使うことはできません。では早速例文を見ていきましょう。明日はテストですから勉強した方がいいですよ。風邪をひいていますからお酒は飲まない方がいいですよ。恋人は年上の方がいいですよ。貯金は多い方がいいです。子供は元気な方がいいですね。なんなん方がいいですの使い方を説明します。なんなん方がいいですの前には竹、動詞の竹。例えば勉強した方がいいですよがつきます。2つ目は内形、動詞の内形。お酒は飲まない方がいいですよ。3つ目は名詞プラスのです。例えば年上の方がいいですよ。4つ目はい形容詞です。例えば甘い方がいいです。5つ目はな形容詞です。例えば元気な方がいいですよです。この5つが入ります。あー、恋人が欲しいな。恋人は年上の方がいいですよ。それから背が高い方がいいですよ。それからハンサムな方がいいですよ。それからもういいです、もういいです。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？明治アカデミーでは現在オンラインレッスンを行っています。興味がある人はホームページをチェックしてください。それから YouTube のチャンネル登録、高評価、Instagram のフォローもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。